Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやりながら人生相談乗っていきましょう。前回ね、ちょっとね、チャプター4今続きやってるんですが、中途半端なところで終わってしまいましたが、今回飛行機に乗って空母殲滅作戦っていうのをやっていこうというところになります。ということでね、ムービー入りますんで、早速本日1個目の質問に乗っていきましょう。転職を繰り返している23歳女です。今は彼氏もいないし、将来の結婚の予定もないので、この生活のままでいいかなと思っていますが、将来のことを考えるとあまり計画性がないのもどうかと思います。ご意見ください。ということですね。ありがとうございます。まあ、27歳ですし、まあ、転職繰り返してっていうのは、まあまあ、どういう理由で繰り返してるかにもよるんですけど、まあ別に生活するのに困っていないっていうことであれば、まあ、30歳くらいまでは今の状態でいいんじゃないかなと思います。まあ、30歳までというか、まあ28、9、あたから1、2年くらいかな。まあ、今のままでいいんじゃないかなと思いますね。で、なんでかっていうと、まあ、これ、まあいろんなところで調べれば出てくるんですけど、30歳まで、25歳から30歳までっていうのが、その市場、経済学的に見たときに女性の魅力度っていうのが25から30がピークって言われてるみたいなんですよね。男性は30から35歳なんで、で女性の場合は35歳を過ぎるともう一気にその需要曲線っていうのがぐっと下がってしまって、で一方で男性の場合40を過ぎた場合はもう一気に需要曲線がなくなるみたいなことは言われたりしてますね。だから30歳までに自然と彼氏ができて、職場とかでもいいし、なんかそういう、マッチングアプリとか、出会いの場に行ってみてとかでも全然いいと思うんですけど、それでも結婚ができれば、30歳までだったら、ね、いいんじゃないかなと思いますけどね。で、だから少なくとも、あと少なくとも1年は自由にしていいと思います。28歳くらいになったら、いよいよ仕事とか、生活とかも身を固める方向で検討されるのがいいんじゃないかなとは思いますけどね。これ、でもあくまで、なんだろうな、経済学的に見た場合なので、それにね従って自分の人生を結婚はこの年でして、出産はこの年でしてとかね、っていうのを縛るのもどうかなと思いますんで、そこまでね気になさらなくていいですよ。だって、ね、今時はその子供を将来産みたいっていうことを考えてるんだったら、晩婚するのはちょっとしんどいかもしれないですけど、だとしても、いずれはね、結婚して子供を産んでっていうのを考えるんだったら早いに越したことはないですけど、結局子供を産むことが幸せ、究極の幸せだっていうことじゃなかったら、別にそこに縛られなくてもいいと思いますからね。はい、僕はもう早めに子供を作って、早めにね、リタイアで、その子育てからのリタイアをしてっていうのをちょっと目指したかったんで、今の時代からいくと、ちょっと子供を産んだのは割と早めなのかなっていうふうには思いますけど、それでもね、やっぱり28での第一子っていうのは僕の中では2年から3年は遅かったなという気がします。ただこれに関しては相手あってのことだからね、なんともその結論を出すのは難しいところだからね。で、あくまで、あとはそのじゃあ結婚とかね、結婚するために結婚って一つのゴールじゃないですか。結婚を目指した時に、まずはその前に男性の方とお付き合いをしなくちゃいけませんっていう話なんですけど、これあくまで個人的かつ男性的な目線になるんで、それが絶対的に正しいっていうわけじゃないですけど、彼氏がいないからって言って、体のケアを怠る女性っていうのがいらっしゃるんですよね。その、お肌の手入れとか、それから、ムダ毛の処理とかっていうのは、大学の時にいたんですよ。私今彼氏いないからって言って、脇毛ボーボーだった女の子とかもいたんですよ。それ見た時に、だから彼氏できないんだっていうふうに、思ったんですけどね。風の噂で、その子は、今は、男性がいて、男がいて同棲してるみたいなことは聞いたりもしますけど、でもそんなね、やっぱりケアすべきところしてなくて、女性の魅力が伝わらないような感じの女性に、男なんか寄りつかないですよね。逆も一緒じゃないですか。男でそういうケアしてない人が女性寄りつくかって言ったら、寄りつきたくないですよね。そんな人をパートナーに
するって女性からしても絶対嫌だと思うんですよ。だから、まあ、あのご相撲者さんに対しては、まあ、そんな余計なお世話かもしれないんですけど、ムダ毛処理とかね、肌のケアとか運動して体を絞っておくとかみたいな、そのいろいろとね、その見た目とか中身とかを若々しく維持しておくっていうのは普段からやっておいた方がいいのは間違いないっていうところですね。だから男性で男に対してあの辛口で言うと、こいつ終わってんなってまず間違いなく思うのは鼻毛っすよね。まあ胸毛とかって、まあ、その女性からしたら気持ち悪いっていうのなんかパーセンテージが高いらしいんですけれども、それって残念ながら、まあ、あの、まあ、なんだろう、TBC みたいな子って胸毛処理してもらったらいいんですけど、ある種その、残念ながら遺伝子もあるんで、あの、全部が全部ね、その、胸毛って自分でコントロールしにくいところではあるんで、まあ、そこはちょっと難しいかなと思うんですよ。うん、まあ、最悪そりゃいいっていう話で。で、なんとかできるでしょ、誰でもっていうのが、鼻毛。話すとき、はい、それからは夜の営みをするときとかで、顔近づけて喋ることとかってあると思うんですよ。それをやってるときに、もうね、おけけがちょろんって、こんにちはってしてたら、100年の声も一点で冷めちゃうと思うんでね、まあ、そのあたりっていうのはね、あの男性諸君、まず間違いなく、処理はしといた方がいいと思うんですよ。女性の場合は、まあ、脇毛ですね、うん、やっぱり。まあそのインフルエンサーの方でもその脇毛でなんかおしゃれするとかっていうのが女性の中で いたっていう話は聞いたことはありますけど、まあだとしても今のこの世の中だと一般的には、まあ、残念ながらそれを よく思わない男性の方が多いんではないかなというふうには思いますけど、うん、ということですね。ということで、なんかこんな話をしてたら、ちょっと1個しか質問答えてないのに、もうチャプター4が終わっちゃうというところでね、今ムービーに入ってますけど、まあちょっと佳境を迎えている最中ですね。はい。まあそんなところかな。もう終わるんで、次の質問はね、また次回パートに読んでいこうというふうに思うんですけれども、まあそんなところですね。だから、まあ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 、いろいろと、うん。なんかその個性がね大事だっていうふうに言われてますけど、どっちかっていうとそれって今の世の中だと性格的な話というよりも、個人的にはなんか生き方の個性化っていうのが認められつつある時代なんじゃないかなと思いますね。だから古臭い人間からすると、結婚して子供を作ってみたいな、で旦那は仕事に、奥さんは家庭でみたいなことを言ったりとかみたいな話はあったりしますけど、そんなどうでもよくって、で子供作ることが幸せと思う人もいれば、もうそうじゃないくて自分一人の人生で過ごしていく、でそれがまあ夫婦だけなのか、それとも奥さんとか旦那さんとかと一緒に過ごして夫婦だけでいる方が幸せなのかとかね、そうやっていろいろと生き方があるんで、もうその部分が、まあ、個性化とか多様化ですよね。多様化が認められてきてる時代なんで、もしねその将来のことを考えるっていうのがあなたの中から出てきているものだとすれば、もちろんその結婚とか彼氏のためにいろいろとね、自分磨きっていうのをされてみられるっていうのはいいかなと思うんですけど、そうじゃなくって周りから言われて将来のことをなんか考えなきゃなとか計画立てなきゃなっていうことであれば、それはもうあなたがそれで幸せって思えないんだったら、もう一旦無視してもいいんじゃないかなというふうには思いますね、うん、っていうところかな。でさあ、結婚とかしてさ、子供とか作ってさ、楽しいよ、楽しいけどさ、じゃあお前自身は何したいのっていうね、その誰にもその縛られずに生きていくってなったら、お前何したいんだよってなったら、うん、ね、例えば世界中旅したいとかね、いろんな人と飲み歩きたいとか、美味しい食べ物を漁ってもう出歩きたいとか、もうありとあらゆる知識を蓄えたいとか、いろんなその欲望とか願望とかあると思うんでね、うん、そういうのに素直に生きていくっていうことの方がはるかに大事な時代なんじゃないかなっていうふうには個人的に思いますね。うん、というところかな。はい。で、まあ、バイオの6を初めてやった方ね、お気づきかと思うんですけど、さっきね、青い、さっきじゃないや、前回パートで青い服着た女性が撃たれてましたじゃないですか。あれ、エイダーってね、クリウス言ってましたけど、あれ、エイダじゃないんですよね。赤い服を着ている同じ顔した女性がエイダーですね。まあ、同じ顔したっていうと、どっちかというと体だですよ、この話なんですけどね。はい。うん。
まあ、そこら辺の、真実っていうのはまたエイダ編をやるときにね、明らかになっていきますんで、ご覧いただけたら嬉しいかなと思います。はい、まあ、ゲーム実況全然やってないでね、ストーリーが一体何が起こってるのかっていうのがわからない方もいらっしゃるかと思いますんで、またそれはそれでね、人生相談とは別で改めて撮り直そうかなとも思ってますんで、またそこをお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。バイバイ。